審議会には計画を策定するたた。め、大学や交通機関などから委員が出席しましま審議会では県内の延べ宿泊者数が去年およそ840万人と過去最多となった一方で2020年7月の豪雨で大きな被害を受けた人吉・熊地域には観光客が十分に戻ってきていないことが報告されました。 計画の素案では観光客が県内で使う消費額の合計を2027年にはコロナ禍前よりも500億円以上多い3750億円にするという目標が示されました。県は今年12月の計画策定を目指しています。